本日も国内、投資拡大のための、官民連携フォーラム、ご参加をいただき、またご協力をいただきましたこと、心から感謝を申し上げます。日本経済は今大きな曲がり角にいます。これまで30年間コストカット型の経済の下で人への投資や設備研究開発投資までも削られ、消費と投資の停滞を招いた状況が続いてきました。しかし今年30年ぶりの高水準の賃上げ、そして企業投資など大きな変化の兆しが見られつつあります。本日国内外の経営者の皆さんから日本でとりわけ地方各地において投資が着実に行われ、良質な雇用につながり始めている多様な事例が具体的に示され、大変心強く聞かせていただきました。設備投資は今年名目100兆円という史上最高水準となる見通しであり、来年に向けてこの勢いを維持拡大してまいります。今週はジャパンウィークスとして世界の投資家も日本に集まっており、まさに世界が日本の動向に注目をしています。新たなステージに移っていくためにこの良い流れをさらに強くしていかなければなりません。本日経済界からは人手不足に率直な危機感を表明いただきました。この危機感を逆手にとって規制改革に取り組むとともに、省人化投資といった攻めの投資を促し、コストカットではなく付加価値の拡大、持続的な賃上げという好循環を生み出してまいります。特に国内地域の投資を拡大している中堅企業に、こうした持続的な賃上げに資する国内投資の力強い牽引役を期待したいと思っています。また蒲島知事からは現地の声としてインフラ整備の必要性に言及がありました。せっかくの民間の投資拡大の動きに政府がブレーキをかけてはならない。戦略分野の事業拠点に必要なインフラ投資を追加的に複数年かけて安定的に対応できる機動的な仕組みを創設いたします。土地利用の規制についても国家プロジェクトが円滑に進むよう柔軟に対応してまいります。さらにグローバルな戦いに負けない大胆な政策が重要との指摘もいただきました。米国等の税制も参考に戦略分野の国内投資促進に向けて生産活動に応じた減税制度を創設し、知的財産から生じる所得に対し減税するイノベーションボックス税制の創設を図ってまいります。本日いただいたさまざまなご指摘をしっかりと受け止めて、予算、税制、規制のあらゆる面で世界に伍して競争できる投資支援パッケージを年内に取りまとめます。手始めに来月中をめどに取りまとめる経済対策において、戦略分野への投資促進、賃上げにつながる省人化投資、喫緊の対応が迫られるインフラ整備など先行して取り組むべき施策を盛り込みます。経済再生担当大臣、経産大臣をはじめ、各府省庁一丸となって前提にとらわれない施策の具体化を進めてもらいたいと思います。インフラ整備については地方創生担当大臣が中心となって、国土交通大臣、経産大臣と連携してください。経済界が掲げる2027年度115兆円の投資目標の実現に向けて
今こそ一歩前に出て30年ぶりの変革のチャンスをつかみ取ろうではありませんか。関係閣議のご協力をお願い申し上げます。以上。